まあ、迎えたフランスワールドカップの初戦、アルゼンチン戦ですよね。これ初めてワールドカップのピッチに立った時の心境はいかがですか？あの時ね、そのワールドカップはワールドカップだったんだけど、すごい日本人多くて、まあ、そんな中でアップし、グラウンドでしてて、安室奈美恵さんの音楽が流れたりしてたから、なんかすごいホーム感があって、過度な緊張はしてなかったと思うけど、最終的には緊張してたかな。いいパフォーマンスは出せたなとは思ってますね。プレーしてた選手たちがどういうふうに感じたかは別としても、ファン、サポーターからすると、まあ1-0、まあ惜敗、その後、まあクロアチア、ジャマイカにもこう敗れると、全部勝てずにグループリーグ敗退、日本代表がしました。全試合に出場していろんなことを感じられたと思うんですけど、得たものは何ですか？まあ、世界を知るっていうか、最後の質のところはやっぱ違うなっていうのはすごく感じましたね。まあ、それはワールドカップだからこそ感じるもの。その頃 J リーグでも感じられた、正直。でもやっぱり世界のこういう代表戦になってくると、本番の試合ってなかなかできないじゃん。そうですね。世界との、その本番の試合っていうのはワールドカップしか出れないんで、そこのやっぱ質っていうのはもう格段には違うかな。迎えたフランスワールドカップ、これはどうでした？楽しめました？一勝もできなかったんだけど、まあ、こんなことを言ってしまったらね、当時応援してくださったサポーターやね、ファンの方、応援してくれる方々にとってはね、本当申し訳ないんだけど、楽しめました、やっぱりこう、やっぱり経験をしてない分、チャレンジャーだったから、で自分はまだ若かったし、怖いもの知らずでワールドカップっていう舞台でどれだけ通用するか、まあ、その2年前にオリンピックっていう世界大会を経験してからのワールドカップだったから、もちろん規模は全然違うんだけど、アルゼンチンであったりクロアチア、まあ、ジャマイカ、そういったチームとやれる、対戦できる喜びっていうのはすごくあって、もう本当にこうミスを恐れずチャレンジできたなっていう大会でした。初戦のベルギー戦で、まあ、フラット3の真ん中として、まあ、出場されました。まあ、途中負傷退場、あの時どんな心境になりました？心境はね、何が起きてるのか分かんなかったですね。自分の足に、なんだこれはっていう状態で、で、運ばれて、まあ、自分から腰を下ろすっていう経験があんまりないんでね、なんとか改善したい、もう本当この辺が何にもわけの分かんない感触だったんで、これなどうなってんだっていうので、で2回ケツをね、お尻を下ろしてっていうところで、2回目の時に運ばれてって常と交代したんで、まあ長年経って今あの時を振り返れば、はってでもやっとかない、やなきゃいけなかったというか、本当トラウマになっちゃったんで、あれがあのゲームで。ずっと夢見たような舞台が、自分で腰を下ろしたことによってもうワールドカップが終わっちゃったんで、1試合目終わった時はね、でもね、しびれがシューッと引いてったのよ、アイシングしてたら。次の試合は出れるっていうところで、すっごい帰りのバスの中は安心感があって、前々日の練習で動いたらまた同じような感じになって、でその時にはこの辺にね、ポン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 って、本当飛行疲れたような、なんかあざが あって、これでなんか神経が変になんかいたずらしちゃってるのかもしれないみたいな、注射何本打ったかな、ズバ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 打って、病院も何個も行って、短い時間なんだけど病院行って、何とかしてくれ何とかしてくれだったんだけど、変わんなかったですね。試合の前日になっても、毎日酸素カプセルと注射と、もうそんなのもう連チャンだったね、ずっとね、変わんねえんだよ。その後出場することが叶わず、まあ、どちらかというとこう不完全燃焼なのかなっていうふうに見えているんですけれども、日韓ワールドカップ振り返ると個人としてはどんな思いですか？今おっしゃる通りに、その不完全燃焼、永遠になんか残ったやり残しというか、ただなんかずっとそういうのがあるから、なんかいまだにサッカーやってて、ピッチでプレーできないけど、サッカーは
勝手に上手くなってってると思ってるんで、はい、いろんな意味で、はい、森岡隆三の中のサッカーっていうものは成長してると思ってるんで、あのやり残しがあるからかもしれないですね。今なんかこんな話しながら今そう思った。ベスト8をかけたトルコ戦、うん、フリーキックがポストだっけ、バーだっけ、バーとポストの間だよね、ちょうどその間ぐらいだね。あと一歩だったじゃない、うん、あのフリーキックは自信あったでしょ。自信あったね。なんか入りそうな時あったけど ね、あれゾーンじゃないね。でもね、乗ってるっていうのはあるじゃない、うん、いや今調子いいみたいな、うん、フリーキックになるじゃない。乗ってる時の自分がやっぱ蹴りたいなってなったから、うん、多分ねそこでシンジかヒデが蹴るつもりだったんだよね、うん、そこでもう絶対俺に蹴らせろ、蹴らしてくれ蹴らしてくれずっと言ってんのよ。勝手に蹴ったの？いやいやいや、なんかヒデとシンジはお互いがなんだこいつみたいな、うん、で俺あんまりにもいやいや俺に蹴らせろ、絶対決めるから俺に蹴らせてくれずっと言ってたの？ずっと言ってんので、蹴ったんだよね。え、それはいや譲ってくれたんだよ、ちゃんと勝手に蹴ったんだよね。ちゃんと説得して蹴ったんだよね、うん、俺決めるから。決めなかったじゃん。決めなかったじゃないかみたいなおいバーじゃないかみたいな、ね、でも蹴った瞬間自分で手応えあったでしょ。いやもうコース的には、うん、あ、入った入ってねえじゃんみたいな早かったんだよね、もう。いやちょっと風吹いてたらねワールドカップ日本初のグループリーグ突破、あのホームっていうアドバンテージもあったと思いますけど、うん、突破できた要因、秋田さんとゴンさんの2人の存在っていうのはすごく大きかったと思う。やっぱ2人が試合出れないんだけど、やっぱトレーニングからすごい全力でやってくれて、うん、ベンチの選手とか試合出てない選手ってモチベーションがこう下がりがちなんだけど、はいはい、2人がこうやることによってこ うまくこう引き上げてくれて、で2人盛り上げてくれるし、うんうん、っていうのはすごい助かったかな。ベスト8をかけたトルコ戦で、うん、まあ、惜しくも敗れると。で、あのこれちょっと聞きづらいことかもしれないですけど、失点にこうつながった部分で、うん、これ批判の的にもちょっとなってしまったような、うん、こう小泉さんのミスというか、うん、いろんなことがあると思うんですけど、うん、あの時の状況ってどうだったんですか？いやだから、まあ、トルコ相手に結構ボールキープはできてたんだよね、うんうん、ボールキープできてる中でこう、まあ、どっかで取れるだろうなっていう、その辺はだから、まあ、満身じゃないけどもっていうのも当然あったし、うん、でこうボール動かしててちょっと狙ったパスしたんだよね、うん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 、でそれが引っかかっちゃって、うん、あやばいと思って、うん、でその時はもうキーパーに下げようと思って、うん、もう慌ててキーパーまでバックパスした、うん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 、結局それが、まあ、ずれちゃって、うん、コーナー与えて、うん、でそのコーナーで決められた、うんうん、だから自分のそのミスだし、まあ批判されてももうしょうがないなっていうぐらいの、ああいう舞台ではやっちゃいけないミスだなっていうのはすごく、うん、感じて、だそれを取り返すためにっていうのはあったけど、うん、結局 0-1 でそのまま負けてしまったから、うんうん、そこはもうみんなに対してもそうだし、まあ、やっぱあれだけ、ね、サポーターの皆さんも応援してくださってたから、うん、申し訳ないなっていう気持ちしかなかったかな。日韓ワールドカップのメンバー、これサプライズで入ったと世間は見てるんですね。あのトルシエ監督からはどういう理由で選出されたとかっていう話あったんですか？いや全くないよそんな。だって選ばれたら選ばれた試合やるために行くでしょ。そう、同じくゴンさん、中山さんも入られましたけれども、なんかお二人で話したことあります？ベルギー戦終わった次の日かな、はい、話をして、うん、した覚えがあって、うん、森岡隆三が怪我をして、はい、まあ、交代し、うん、すると、いや俺の番だって、うん、で選手発表の記者会見でもサプライズで秋田を選んだ、うん、でどういう理由でって、ベルギー戦の高さ対策でっていう話をしたのに、あ俺だって思って選ばれなかった、うん、宮本常が選ばれた、うん、結構ショックで、うん、まあその日ずっと考えて、うん、まあでもよく考えて、まあ、自分はまあそういう立場でやっぱり若い選手たちをこう盛り上げながら彼らのパフォーマンスを出さすための手段として選ばれた
だっていうふうに思った。だけど準備はするけど、うん、まあ、23人いて、うん、試合に出れるのは15人、うん、で17人ぐらいかな、はい、11人だけが試合に出るわけじゃない、はい、この他の選手たちのパフォーマンスっていうのがすごく大事、うん、だと思ったんで、うん、中山さんと話して試合に出なかった選手、途中から出る選手たちのパフォーマンスをやっぱめちゃくちゃいい状態でやれるように、トップの練習以外の時の練習をめちゃくちゃ盛り上げてやったね、そういう話をした。だから途中から出てく選手たちはみんなこうメンタル的にも自信を持ってたし、いい状態でできたっていう、まあ、そういうのはあったと思う。まあフランスの時も小島さんとかそういうふうにやっぱりなかなか試合は出れないけど、陰でやっぱりそういうのを支えてくれてたんだなってすごい思ったから、うん、はあ。そのワールドカップで、はい、真っ赤なモヒカン、あ、私ですか、で登場するわけじゃないですか、はいはいはい、インパクトが強かったんですけど、やんなきゃよかったですね、そういう話じゃないんですよなんでその髪型にしたのかっていうのをちょっと、まあワールドカップだ、人生をかけて挑むべき一番大きな舞台だ、うん、そこでなんか変になんかまとまっていいのか真面目でいいのかみたいな、お、そんな感じだった気がします。それでベンチ座ったらもう一生の恥探しなんで頑張れよと、そうそうそう、そんな感じだと思います。すごい、ね、赤のモヒカンがずっとベンチ座ったらちょっとかっこつかないんで確かに、ああ日本の影の MVP というふうに、はい、影ですか、影ですから日本の MVP と語ったという話もありますけど、はいはい、日韓ワールドカップで一番得られたものって何ですか。まあ幼い頃からの夢が叶ったみたいなことではなくて、うん、世界は広いなってことが分かったことですね。なんでかっていうと、あれ4試合だけじゃないですか、はい、で僕はまああの4試合で限界だったんですよ、心身ともに。それぐらい、まあ自国開催のワールドカップだったこともあるのかもしれないですけど、うん、もうあれ以上できない。ただ次の試合多分パフォーマンス発揮できなかったです。じゃあかなり消耗してたってことですか、はい、でよくよく考えたらヨーロッパの選手はこれを通年やってからワールドカップやってんだと、はい、うん、あ、そうか、シーズンもう終わりですもんね。高いレベルの、ね、うんうん、コンペティションを通年やった後にワールドカップだし、うんうん、やっぱり J リーグとヨーロッパはまあ当時も違いましたから、ああ世界広いなと思って俺は全然ダメだなって思いました。ちなみに赤髪はいつ辞めたんですか。大会が終わったらもう翌日に切りましたあの日常生活に戻れないので翌日にしっかり切りました。坊主になりました。ワールドカップ初戦のオーストラリア戦、後半での早い段階で足をつって途中交代、これどのあたりがきついとか感じた。俺前半ほぼ覚えてなくて、緊張で、そうなの、人生であんな緊張したことない。だからもう給水したかも覚えて、多分してないんじゃないかな。あの暑い中急激に暑くなったでしょ。そう、異常気象だったでしょ。うんもうそんな余裕もなくて、多分給水もしてない。で試合前から緊張してる。もう要は前半終わった時点でもう脱水症状になってる。あー、ハーフタイムで多分慌てて飲んでる。うん、もう時すぐに遅して、うん、で後半ようやくちょっと落ち着いて、ああ体の濃くになってきたと思ってちょっとしたらもう4か所でババ痙攣して、痙攣して、前半俊、うん、さんのフリーキックか何かでリードするでしょ、うん、なんか日本もこうチャンスつかみかけてる、2点目つかみかけてるような感じの中で、でもこれ攻めるの攻めないのみたいな感じも多分あったと思うんだけど、でもつぶちゃんはそこで交代して、そこから3点取られる。まあでもやっぱり見てて、あの日本代表がこう苦しくなっていったっていうのは、鈴子ちゃんが交代してからっていうところが僕の記憶の中ではあって、逆転負けで初戦を落としたわけじゃないですか。勝てなかった理由分析するとどうですか。やっぱり経験してる経験値がすごい人はたくさんいたんだけど、うん、全般的には足りてなかった。海外のトップリーグでじゃあ試合をしてる、バリバリ試合をしてる人がどれだけいたのかというと、あ、まあヒデさん、うん、シュンさんもそうだな、ぐらい、シンジさんもウェーバー決勝に行ったりとか、まあ本当にその3人ぐらい、うん、で、あとはまあワールドカップも経験はしてるけど国内、そっか国内組、うん、
いろんな部分での経験のなさ、それはまあ俺自身も含めて、うん、俺は圧倒的に経験はなかった、うんうん、だからそこはやっぱり大きかったんじゃないのかな。2006年、まあ、自身3度目となるワールドカップ、まあ、全3試合に出場されると思うんですけど、第2戦クロアチア戦、うん、PK ストッパーじゃないですか、うん、もうあそこでやられてたらもう何もないというような状況の中で止めるじゃないですか。あのね、やっぱりその初戦のオーストラリアから戦からクロアチア戦までのこの、はい、どれぐらいだったかな、4日間5日間ぐらいかな、はい、本当にきつかった。初戦落とした時の精神的ダメージってのはすごく大きくて、ただまだ終わったわけではないから、そのクロアチア戦に向けて本当にリセットして自分としてはいい状態でクロアチア戦に入ったが PK のシーンになった時に、これで終わったらもう本当に自分のせいだと思ったんだね。これで PK 入れられたらもうこれ自分のせいでこのドイツワールドカップが終わるなと思った、絶対止めると思ったね。気持ちでしかなかったな、そこは。あの時も足動いてたってことですか。あの時はもう、うん、足は動いてたね。コース良かったですよね。コース良かったし、ボールも速かったの、ね、そうですよね。で、あのスルナっていう選手は、はい、もう PK のスペシャリストで、はい、映像を見た時に全部決めてたの。でしかも、速いシュートだったから、うんうんうん、止めるのはすごく難しいキッカーだったんだけど、うん、はい、もうそんなこと言ってられないと。もうこれ自分が止めなければ、もうこの大会終わると思って、もうそこはもう気合で止めましたよ。ブラジル戦ですよね。前半34分のゴールですよ。アレックスからこうボール出る前に、あれマキちゃんがディフェンス引き連れながらファーに少し行ったじゃないですか。その瞬間ターンさんがこう行くじゃないですか、うん、あれはなんとなく見えてたんですか。あの時は多分見えてたんだろうけど、結構頭真っ白だったんですよ。真っ白っていうか、はい、無我夢中だった。無我夢中、もう本当に試合に入り込んでて覚えてないの。と見返して、うん、あ、こういう動きしてたんだねっていう感覚、はいはいはい、でもマキが結構もう前半の途中ぐらいで、うん、俺絶対90分持たないから、うん、とにかくやれるところまでやるからみたいな。だからめちゃくちゃ動いてくれてたの多分ね、だからそういうスペースを作ってくれたのかもしれないね。でもあのゴール決まった瞬間どうでした？覚えてない。なんでですか？覚えてないけど、でもアレックスはなんかああいう呼吸でサッカーやれてたから、あ、はい、だからパス来るタイミングがちょっと分かったんだよね。もうオーストラリアとギリギリでしたもんね、あれも、うん、ブラジルとやるときにジーコに話して、ブラジルにも多分絶対好きってあるから、うん、それついてけって言われたの、うんうん、だその好きっていうのは多分ジーコは分かってたのかな。ワールドカップでね、ブラジルから点を取るってすごいことじゃないですか、うん、ただその後に4点取られて、こうどうです、やっぱブラジルとの差みたいなのを感じたのか、どういうところが違ったのか。でもあの前半30分に点取ったけど、はい、その前から何点取られてもおかしくない状況だったの、うん、もうほぼ決勝トーナメントいけるっていう状況で、うんうん、ブラジル代表は何人か選手を落としてきたの、うんうんうん、で多分余裕もあるから、うん、ブラジル人って言っても余裕を持ってプレーすると遊ぶ感覚が多分増してきて、うんうん、逆にそっちの方がいいプレーできると思うね。でメンツすごかったけど、ブラジル代表、うん、調子良くないってずっと言われてたの。でも蓋開けてみたらもう世界一番強いでしょ、これと思って思うぐらい本当に強くて。でもあの試合で学んだのが、うん、本当にサッカーって心から楽しんでやるもんなんだなって。2006年初めてのワールドカップ出場となりましたけれども、これワールドカップにかける意気込みってやっぱり大きかったですよね。番号もいい番号つけてたし、うん、あとはやっぱ G5 からも信頼されてるのをやっぱ感じてましたしね。で前回大会で出れなかったっていうのもあるし、うん、めちゃくちゃ気合入ってましたよ。まあ、でもオーストラリア戦でゴール決めましたけど、まあ逆転負けしますよね、うん、あれちょっと原因って なんか一つじゃないと思うんですけど、やっぱチームで戦うからもっと、まあ簡単に言ったら一丸じゃないけど、その一丸にはなってるんだよ、うんうん、だけど本当に言い合える集団ではなかったかなっていうのはあるね、今思えばね。やってる最中はそう思わない、うん、